イエスがお生まれになった時、天の星が現れた。そしてその星を頼りに東方から博士たちが贈り物を持ってきた。彼らがやがてイスラエルの地を踏むのは、これから2年の歳月が経ってからのことだった。博士たちはサラベ王のところに来てこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はやっぱり恵みになりました。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてセルベイは大きくなった。エルサレム中の人も大きく同様であった。国王は彼の愛する方